はい、皆さんこんにちは。50代からの大人の美容についてお伝えしています、炭酸美容家高橋由美です。前回、白髪染めはやめてハイライトがめちゃめちゃおすすめだよっていう動画をアップしました。アップしたところをたくさんの方が見てくださったようで、コメントもねすごくたくさんいただいたんです。その中でやっぱり具体的にどうやるのっていう質問がかなりあったので、今日はですね、今私日本にいるんですけれども、日本の美容師さんに私ニュージーランドでこういう風にやってるんですけど、これってできますかっていうことを聞いたら、あ、できますよ、大丈夫ですよっていう返事をいただけたので、そちらの美容院に行って髪の毛をやってもらいました。今日動画を撮っていただけたのがこちらの美容院になります。で、本当にねカラーもすごい上手だったんですけれども、インテリアがすごい私の好みですごく素敵でした。今日は白髪染めをしないでハイライトを入れることで白髪をぼかしていくというやり方を動画に撮らせてもらいました。よかったら最後までぜひご覧ください。参考になれば嬉しいです。まずはビフォーの状態をお見せします。トップが結構黒くなってきて白髪も目立ってきています。中の方は白髪あるんですけれども、ハイライトを入れてるおかげか全然目立たないです。なのでこれがですね全然ストレスにならないので、私はとっても気に入っています。上から見るとこんな感じになっています。だいぶね黒も目立ってきているかなと思います。ハイライトはね割と表面しか入っていないので、実は中はね黒いんです。今からハイライトを入れていくんですけれども、かなり細かく取っています。これね髪全体やるので結構大変なんですね。でも少しずつ取ってハイライトを入れてもらっています。このように少しずつ取って少しずつハイライトを入れていっています。ハイライトを入れる部分は黒くなった伸びてきた部分だけですね。すでに色が抜けているところをやってしまうと髪が傷んでしまうそうなので、でもこれはもう美容師さんがよくご存知のことだと思うので、お任せしてしまっていいと思います。かなり細かい作業を少しずつやっていっています。このねアルミホイルの量が半端ないです。あとでね最後終わった後何枚使いましたかって聞いたら50枚以上って言ってたかな、だと思うので、相当な量のアルミ箔を使うんですね。すごく細かい作業をどん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 やっていってもらっています。はい、出来上がりました。もうねすごいです、はっきり言って。これね実はアルミホイル50枚以上なので結構ね重いんですよ。でもこれでね全体的に少しずつハイライト入れて出来上がったのがこれです。これで30分ぐらい待つとハイライトが出来上がりです。ハイライトが出来上がったらその後トナーを入れます。今回の仕上がりは割と落ち着いた感じに仕上げてもらったのでこのようになりました。トップの部分はこんな感じでね仕上がりました。もうね全然白髪も目立たないし、黒い伸びたところもねなくなっています。全体的にはこんなに柔らかい感じの雰囲気に仕上げてもらって本当に満足です。ありがとうございました。はい、というわけでいかがだったでしょうか。これがですね私がニュージーランドでずっとやってきてた白髪とハイライトと元々の黒髪をうまくブレンドして混じり合わせる感じで目立たなくさせるという方法です。参考になるととっても嬉しいです。白髪染めってどうしても髪がダークに暗くなりがちなんだそうです。でそうすると白い白髪が入ってきた時に黒く染めてるとやっぱり目立ってしまうっていう、まあ、それがすごくストレスになってしまう人はこのハイライトを入れてぼかすというやり方は非常におすすめです。私もですねやっぱり白髪を発見するたびに、ああ目立ってやだなっていう嫌な気持ちになっちゃうっていうね、ちょっとなんかああっていう感じになっちゃうのがすっごくストレスだったので、今このやり方をねやることによって本当に全然白髪が気にならなくなってきました。気になると言ったらやっぱりここが黒くなってくるっていうのは黒い髪が生えてくる方が気になるので、白髪は全然気にならないです。は
はい、なのでね、よかったらぜひ皆さんも参考までに、このやり方でやってみてください。美容師さんに相談したら多分できると思います。そんなにね、コメントとかいただくとそんなに珍しくはないというお声もたくさんいただいてます。皆さんもよかったらぜひコメントの方で、私こんなやり方やってるよとか、これがおすすめだよとか、あと他に何か質問があればぜひコメント欄の方にコメントしてみてください。というわけで今日も見てくれてありがとうございます。今日の動画が良かったよって人はぜひグッドボタンをお願いします。このチャンネルではアラフィフや50代からの大人の美容についてお伝えしています。よかったらチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いできるのを楽しみにしていてください。それではね、またねー。